はい、速稼塾の久保です。現在私はですね、何を隠そう、湘南純愛組っていうね、ドラマを見てるんですけども、これね、私が高校生の時に、少年マガジンで連載していた漫画なんですよね。で、これの後編、続編が、グレートティーチャー鬼塚っていうので連載されたんですけども、こちらの方がね、だいぶ前にドラマになりましたよね。で、その GTO、グレートティーチャー鬼塚のヒットをもとに、まあ、昔を巻き戻してね、この鬼塚英吉の若い頃、まあ、鬼爆っていうんですけども、鬼爆っていう暴走族、二人暴走族の物語を今、遅ればせながらドラマ化したんですよね。これをどこで見てるかっていうと、インターネットの無料サービスなんですよ。で、正確に言うと無料ではないんですけども、無料になっちゃったんですよね。これがね、確かなんだったかな、Amazon プライムか。Amazon プライムなんですけども、今ね、他にもね、例の流行り病をもとに、いろんなものがね、在宅を、余儀なくされている、いろんな方が在宅を余儀なくされているときに、無料サービスがいろいろと紹介されているんですよね。例えば、レッスン動画の販売サイト、ミルームですか。ミルームってのも無料ですよね。これ、通常は有料なんですけども、今、無料になってます。フリーって書いてるでしょ？ヨガとか、なんかパッチワークとかね、マスクの作り方とか、いろいろありますよね。これ無料で使えますから、ぜひやってみてはいかがかなと思いますよね。ミルームですよね。ミルーム。で、これがまずあるよということですね。はい。では次、週刊少年チャンピオンっていうね、漫画雑誌ありますけども、こちらの方も現在、ほら、少年チャンピオン1号、1号から12号特別無料公開のお知らせって形で、漫画が無料でね、読めるようになってます。これ、チャンピオン。で、私は、すいません、漫画、こういう風なことで単行本では読むんですけどね。雑誌では読んでないですけどね。こういうのがあると。あと、宇宙兄弟っていうね、ヒット作がありましたけども、こちらの方も現在無料で見れることになってますので、なかなか見る機会がなかった方はね、これを機会にどうぞ。はい、宇宙兄弟ね。それから、パラビーっていうね、これも動画サイトです。いろんな楽しいドラマとか、ドラゴン桜とかありますね。他にも、下町ロケットも見れるんだ。いいですね。ルーキーズとかビーバップハイスクールもあります。こういうのが、ビーバップハイスクールもいいですね。これ後で見よう。こういうね、こういう、突っ張りドラマ好きなんですよ。やっぱり昭和47年生まれですね。で、あとね、ベネッセの電子図書館、学びライブラリーっていうのも無料で見れます。教育系のがね、今無料になってますよね。期間限定でサービスを公開してますって書いてますよね。だから登録はいりますけども、無料で見れます。次、ポケモンイラストなんとかっていうのがあります。これです。ポケモンイラストラボ。これも通常有料なんですけども、今ね、お子様のために無料になってるのかな。こうやって児童さんに向けてのプログラムですね。だからこれをお子さんにね、やってもらえば、お父さんお母さんもね、付きっきりにならなくて済むってことですよね、きっと。どうですかね。まだありますよ。児童書のポータルサイトで、読めるわっていうのがあります。これも今無料です。ね、ご利用いただければいいんじゃないかなと思いますよね。ビリギャルとかありますね。これ、三毛猫ホームズね、赤川次郎なんていうのは私もよく読んだもんですけどもね。で、英検公式サイトなのかな、これが。A ナビってやつ。これも、英語の勉強したいなと思う方は、使えますんで、クーポンが公開されてますから、これでね、お楽しみいただければと思います。勉強になります。はい。で、最後に、週刊文春も、週刊春秋ですか、こちらのも紹介しておきましょうか。週刊文春といえばね、今日何ですかね、例の森友問題で、自殺された、方のね、財務局だったかなの方の奥さんが、告発するということで、佐賀財務局長を告発するということで、遺書を全公開されてますね。で、週刊春秋ですけども、文藝春秋か。すいません。なんか、似てるような似てないようなんですけどもね。こちらの方も今無料公開されてますんで、自由に見ることができます。はい、そんな感じですね。一斉休校ということで、小学校、中学校、高校の方ですかね。この辺に、まあ、関心があるというか、ストライクするようなものが、
だいぶ無料で公開されてますので、これからもね、有料サービスの無料化っていうのがどんどん始まると思うんですよ。皆さんもね、それぞれチェックしてみてはいかがかなと思います。私はまあ、このビーバップハイスクールとか湘南純愛組を楽しませていただきます。それでは本日は以上です。